カカ、本名、リカルド・イゼクソン・ドス・サントス・レーチ、1982年4月22日隊は、ブラジル、首都ブラジリア出身の元ブラジル代表サッカー選手。ポジションは、ミッドフィールダー、フォワード。ブラジルの首都ブラジリアで生まれ、生後すぐにクイアバに移り、7歳の時にサンパウロへ移る。父がサンパウロ FC のクラブ会員だったことから、9歳でサンパウロ FC のクラブ会員用のチームに加。当時から技術面では優れたものを持っていたが、他の子たちに比べて線が細く、補欠に甘んじていた。その後、クラブでのトレーニングによって、ビルドアップに成功し、弱点を克服した。17歳の頃、クラブの深刻な財政難から、トルコのクラブ、もしくはチェスカ・モスクワに売却されそうになった。だが本人は、あの時に移籍していても今のように素晴らしいキャリアを築くのは難しかっただろうと語っている。18歳の時、プールで遊んでいた際に頭部を強打して、頸椎を損傷する重傷を負い、あわや下半身不随寸前の怪我だったものの、極度の禁止となった以外は幸いにも、運動能力にはほとんど影響は見られなかった。カカはこれを神のおかげであるとし、十分の一礼を行った。なお、本人は、あの事故を契機に、人生観が変わったと語っている。また、事故から4ヶ月後には2001年2月のボダフォゴ戦で、サンパウロのトップチームデビューを果たした。途中出場ながら2得点を決める活躍を見せると、以降サンパウロのトップチームに定着する。2003年、880万ユーロ、約12億円の移籍金で AC ミランへ移籍。サンパウロでは、背番号8番を、2002FIFA ワールドカップでは23番を、それぞれつけていたが、ミランではすでにジェンナーロ・ガットゥーゾとマッシモ・アンブロジーニが、それぞれの背番号をつけていたため、自身の誕生日の日付にちなんで22番を背負うことになった。入団時のメディカルチェックでは特にずば抜けていた加速値と絶対スピードの項目をはじめ、それまでの選手とはかけ離れて高い数値を記録。ミランラボの担当者は、こんな数字は見たことがなかったと証言した。移籍初年度である2003から04シーズンの開幕戦から驚異的な活躍で、スタメンの座を確立し、同シーズンはセリエ A で30試合に出場。チームのスクレット、リーグ優勝、UEFA スーパーカップ獲得に大きく貢献した。2004から05シーズンは、アンドリー・シェフチェンコの後ろの位置でプレーし、36試合で7得点を決めた。この年、UEFA チャンピオンズリーグでは、決勝でリバプール FC に PK 戦で敗れたものの、カカは投票による大会最優秀ミッドフィールダーに選ばれた。イスタンブールの悲劇とも言われるリバプール FC 戦の敗北について、たとえこの先何度優勝できたとしても、あの敗北を忘れる子はできないと語っている。また、2004年には国際連合世界食糧計画における最年少大使となった。AC ミランとは当初2009年6月までの契約であったが、2005から06シーズン終了後には、AC ミランの八百長疑惑によりクラブのセリエ B 降格の危機が報じられ、カカの元にも複数のクラブから移籍のオファーが舞い込んだ。プレミアリーグのチェルシー FC から7000万ポンド、約152億6000万円という超破格のオファーが来たが、ミランは受け入れなかった。この時本人も AC ミランが降格しないなら、クラブに忠誠を誓うと発言。その後2006年7月15日にミランは降格を免れる判決を下された。2006から07シーズンは UEFA チャンピオンズリーグにて10得点を決め、ブラジル人としてはリバウド以来の得点王となり、チャンピオンズリーグ優勝の原動力となった。また、FIFA クラブワールドカップ2007では1得点3アシストの大活躍を見せ、UEFA 年間最優秀選手に輝くとともに、欧州代表として、初となる FIFA クラブワールドカップ優勝に導いた。これらの活躍を評価され、2007年は、バロンドール、FIFA 年間最優秀選手賞、FIFPro 年間最優秀選手賞、英氏ワールドサッカー選出世界年間最優秀、選手賞をいずれも初受賞した。また、同年にはレアル・マドリードから$8000万、約140億円の移籍金と、手取り$1400万、約20億円のオファーがあったが、本人は、レアルは、僕が欲しいなら、ベルルスコーニ会長の首を縦に振らせればいいと言い、パオロ・マルディーニ引退後にキャプテンを継ぎたいと語った。そして、2008年には2013年まで AC ミランとの契約を延長した。2009年1月、プレミアリーグのマンチェスターシティ FC が、カカ獲得に、サッカー界史上最高額の$1億、約120億円以上とも言われる、移籍金をミランに提示したことによる、移籍騒動が勃発。カカにも、年俸$1500万、約20億円を提示し、ミランもカカの移籍を容認したものの、本人は残留を希望し、同月19日、ミランに残留することが決まった。また、多くのサポーターは移籍に大反対し、中にはカカの自宅周辺などに集結したサポーターもおり、カカは窓からユニフォームを掲げ、笑顔で応えた。この残留により翌日の練習で、監督のカルロ・アンチェロッティは、本当の補強はカカが、このミランというクラブに残留したことだと語った。2009年6月9日、フロレンティーノ・ペレスが会長に復帰した、レアル・マドリードの最初の新加入選手として移籍金$6800万、約92億円の6年契約で移籍。なお、この移籍金は2001年に、ジネディーヌ・ジダンが同じくレアル・マドリードに移籍した時の$7696万、約103億円に次いで、当時史上2番目に高額な移籍金となった。紆余曲折の末の移籍であり、カカ本人は、この移籍について、会見で、裏口ではなく、玄関から去ると語った。また、レシフェで行われた会見では、あくまで最高の形は、ミランへの残留であったしながらも、移籍は財政難に苦しむミランのことを思えばこそであり、移籍をするのであればレアル・マドリードしかないと語った。入団発表では5万人のサポーターがエスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウに集まった。レアル・マドリードでは当初、かつてジネディーヌ・ジダンがつけていた背番号5番をつけることが噂さ、ジダン自身もカカが5番を背負うことに、好意的な発言をしたものの、最終的には本人の希望で8番を背負うことになった。親善試合のトロント FC 戦でレアル・マドリードでのデビューを飾り、同じく親善試合のボルシア・ドルトムント戦で初得点を決め、さらに9月23日、ビジャレアル CF 戦でペナルティーキックからレアル・マドリードでの公式戦初得点を記録した。しかし、恥骨炎の影響もあってか以前のような活躍はできておらず、その年のリーガワースト移籍ランキングで10位に選ばれ、さらに 2010FIFA ワールドカップ後には、半月以下の手術を行い、4ヶ月程度の離脱が発表された。翌年1月3日のヘタフェ CF 戦で238日ぶりに招集を受け、後半77分にカリム・ベンゼマとの交代でピッチに立った。翌週のビジャレアル戦でも71分から途中出場すると復帰後初得点を挙げ、4月23日のバレンシア戦では2ゴールにアシストを挙げた。しかし、度重なる負傷の影響と新加入のメスとエジルの台頭などもあって、レギュラーの座を奪うまでには至らず、シーズン終了後には移籍報道が過熱し、スペインカミアスが行ったアンケートでは 78% がカカを放出すべきと答えた。しかし、カカ自身は一貫して、レアル・マドリード残留を明言した。2013年冬のメルカートにミランは再び、カカの獲得に乗り出した。カカ自身も復帰を希望しており、移籍騒動が起きたもののサラリー面で復帰は、ほぼ不可能となった。その後、カカは、1年はレアルでいいシーズンを過ごしたいと、改めて残留を強調した。2012から13シーズン後、レアル・マドリードは、イスコやガレス・ベールといった攻撃的な MF を相次いで獲得した。これまで十分な出場機会がなかったことや、2014年にブラジルで開催されるワールドカップに向けた出場アピールの機会を求めて移籍を志願。2013年9月2日、古巣の AC ミランへの復帰が決定。大幅に減俸した2年契約である。ミランが欧州カップ戦の出場権を逃したため、2014年6月30日に契約解除オプションを行使して退団。7月1日に2015年からメジャーリーグサッカーに新設されるオーランドシティ SC への加入古巣サンパウロ FC へ半年間へのレンタル移籍が発表された。契約期間は3年間。2015年1月よりオーランドシティに合流。チームではキャプテンに任命され、若い選手が多い中で、チームの顔として、個人レベルでは随所で活躍を披露したが、チームとしては2015シーズンは7位、2016シーズンは8位、2017シーズンも下位に低迷して、3シーズン連続でプレーオフ進出を逃すなど低迷した。また2015年7月の対レアルソルトレーク戦では、キャリア初のレッドカードによる退場処分も経験した。チームの成績とは裏腹にカカ自身の年俸はチーム最高級であったことから、オーランド側は契約延長を提示せず、2016年にはカカ自身も2017年12月の契約満了に伴う退団の意向を示しており、2017年10月11日にクラブ公式サイトにてシーズン終了後の退団が発表された。12月17日、引退を表明した。2002年のボリビアとの試合で代表戦初出場を果たす。2002FIFA ワールドカップのメンバーにも選ばれ、出場機会はコスタリカ戦での25分のみと少ないながらも優勝を経験した。翌年のコンカカーフゴールドカップでは U-23 ブラジル代表のキャプテンを務め、3得点を挙げて準優勝に貢献した。FIFA コンフェデレーションズカップ2005でブラジルは優勝し、アルゼンチンとの決勝で得点も決めた。2006FIFA ワールドカップでは、ロナウジーニョ、ロナウド、アドリアーノと共にカルテットマジコ、魔法の4人を形成し世界中で話題となった。しかしチームは機能せず、個々の選手がバラバラに活躍するのみで、優勝候補筆頭と言われた全評判を見せられぬまま、準々決勝でフランスに敗れベスト8で敗退した。FIFA コンフェデレーションズカップ2009では、背番号10を背負い、ブラジルの優勝に貢献するとともに、大会最優秀選手、ゴールデンボールに輝いた。2010FIFA ワールドカップでは、前回大会のカルテットマジコから、唯一代表に選出された。しかし、結果は、前回大会と同じベスト8でオランダに逆転負けを喫し、カカは3アシストで、ドイツ代表のメスとエジル、バスティアン・シュバインシュタイガー、トーマス・ミュラーに並び最多アシストとなるも、無得点に終わった。南アフリカ W 杯以降は代表に招集されず、コパアメリカ2011でもプレーすることはなかった。親善試合の11月10日のガボン戦、同14日のエジプト戦で、南アフリカ W 杯以来となる代表招集を受けたが、ふくらはぎの負傷により代表復帰は見送られた。2012年10月におよそ1年ぶりに代表に招集されると、10月11日のイラクとの親善試合で約2年ぶりとなる出場を果たし、1ゴール1アシストの活躍を見せた。オーランドシティ移籍後もメジャーリーグサッカー所属の選手としては初となる代表招集を受け、負傷もあったりした中で断続的に招集されており、2016年5月には同年6月に開催されたコパアメリカセンテナリオに負傷したドーグラス・コスタの代わりとして追加招集を受けたが、6月にカカ自身も負傷したため、大会出場は叶わなかった。2005年12月、長年の遠距離恋愛を経て5つ下のブラジル人女性、カロリーネ・セリコと母国ブラジルにて結婚した。彼女の母親は、ディオールのブラジル支社の幹部。2008年6月10日に長男ルーカスが、2011年4月23日に長女イザベラが誕生した。完璧とも言えるカップルであったが、2014年11月に離婚、9年間の夫婦生活に終止符を打った。離婚理由についてはブラジルを拠点とするカロリーネ夫人とカカのオーランドシティ移籍によるすれ違い生活と報じられている。しかし、離婚から2ヶ月後の2015年1月に一転して、カロリーネ夫人が SNS 上で復縁を発表するなど、再婚に向けた動きも見られたが、結局、2015年8月に再び破局を発表している。実弟のロドリゴも2005年に AC ミランへ入団、ジゴンの名で選手登録されている。ジゴンは2007年夏にレンタル終了でミランに復帰し、兄と共にプレーしていた。また、ロペス・ワグナーとは仲が良く、オフの時はゴルフに行く。カカにとってのアイドルは、ブラジル代表やサンパウロ FC などでプレーしたライ。キリスト教の福音主義の一派、本部サンパウロの信者である。愛読書は、聖書、好きな音楽は、ゴスペル、ザウの名は、聖書の言葉の、神に忠実なれ。無人島に3つものを持っていくとすれば、サッカーボール、聖書、iPod を持っていきたいと語っている。FIFA クラブワールドカップ2007決勝戦のボカジュニアーズ戦などの試合でゴールを決めた後、私はイエスのものという意味のI belong to Jesusという文字が書かれたシャツを見せたほか、ザ・プライズというクリスチャンのサッカー選手の話を集めた DVD に出演した際に、セックスは結婚してからの祝福と発言し、結婚するまで童貞だったことも告白している。ブラジルのゲイ雑誌が彼のそっくりさんのヌードを掲載すると知った際には、その企画に何らかの形で、カカの名前が載った場合、名誉毀損で雑誌を告訴すると強く主張した。前述の事故の影響で禁止になったカカは、試合中はコンタクトレンズを使用し、普段は旅の強いメガネをしていたが、2007年6月に極秘でレーシック手術を受けた模様。用具等は、アディダス社と契約している。アルマーニの広告モデルを務めたこともある。また、エレクトロニックアーツのゲームソフト、FIFA11 のカバーにも選ばれた。2007年2月にイタリア国籍を取得している。カカ、ココという名前は、幼い弟が本名のリカルドを発音できずに、カカと呼んでいたことに由来する。そのため何の意味も込められたものではない。しかし、イタリアやポルトガルなどのラテン語圏において、カカという呼び名は、発音によっては、お仏、コカを意味するため、AC ミランへ移籍する際は愛称を変えなくてはならないというような議論もされたようで、またミランより先にオファーしていたユベントス FC が、このような理由で獲得を断念したという。ココは2番目のにアクセントをつけて発音するため、カ、カーという漢字で聞こえることが多い。なお、イタリア語などでは、そのアクセントの表記法に従い、ココとなることがある。ミランでは、リッキーという愛称で呼ばれていた。通算、9229。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。